こんにちは、モアブ姫ぶりです。アモは宮崎県小湯郡川南町にある総林バルク養蜂に来ています。天正6年1578年に島津氏と大友氏との間で繰り広げられた九州総派戦である鷹城合戦耳川の戦いの戦没者を敵味方の別な供養する目的で建立された六字蔵塔です。名文によると天正13年1585年2月彼岸に建立されました。建立の費用は鷹城城主であった山田有信が負担しました。供養塔の高さは約 3.5 メートルで一辺24メートルの円塚の一部を削って建立されています。供養に来た人が打ち鳴らす鐘、カンカン仏の愛称で親しまれています。昭和8年に国の史跡に指定されました。四角形の竿石には側面に銘文が刻まれています。本来東西なし、伊豆国か南北あらんや、迷うがゆえに三回は城、悟るがゆえに十方空。意味は人々がこちらが東、こちらが西と言っているが、これは本来あったものではなく、人間が方向を知るために仮に定めたものに過ぎない。東西がそうであるから、南と北も同様に人間が仮に定めたことに過ぎず、本来あるはずはない。しかしこのようなことに迷うから、東があり西があり、南は薩摩、北は豊後として敵対するようになるのである。悟れば南も北もなくなり、皆日本人となる、すなわち十方空である。人間は死んでしまえば十方空、すなわち敵も味方もいない世界に行くということである。地蔵谷に架かる西の竜王橋、松山の陣、松山城跡、松山塁、玉の陣、松山の陣は国交原大地の南西端に位置します。松山の陣に行く道でしょうか。桐原川に架かる蛍橋、正面に見える山が鷹城です。松山の陣、本陣には先方の佐伯蒼天、これのりが陣を敷いていました。鷹城川合戦古戦場跡の案内板、桐原川を渡る時城町になります。1578年天正6年8月、大友宗麟は伊東氏の丘陵回復、そして日向国にキリシタン国を作るべく5万の大軍を率い日向国に侵攻した。11月宗麟自身は虫化本陣にとどまり、田原商人、佐伯蒼天らを進軍させた。大友勢は鷹城に対峙する第一二の首の陣、松山塁本陣、玉の陣、川原の陣、松原の陣の5つの陣を設け、山田有信以下わずか500名がこもる鷹城を包囲すると、城下に火を放ち、松山塁からは2門の国崩しを用い攻めた。
有信は島津家久1000人の援軍もあり鷹城をよく守った。そこへ島津義久率いる4万が到着し、南方佐土原に着陣した。虫化本陣に兵を割いている大友勢は島津勢と兵力はほぼ同数で勢力は伯仲していたが、佐伯宗典らの虫化本陣の総林に連絡を取ってからという言を主戦派の滝田重兼は無視し、独断で鷹城は源を丸川を渡り島津勢に攻撃を開始した。残された大友勢も動かざるを得なくなり攻撃を仕掛けるが、島津勢はこれを包囲し、伸びきった大友勢に島津忠平忠宗らが横槍を入れると、根城坂本陣義久も突撃を開始し、さらに鷹城からは有信も兵を繰り出すと大友勢は混乱し敗走した。島津勢は耳川まで追撃し、大友勢は溺死する者も多く多数の死者を出した。この合戦により大友氏は有力な将を多数失い、また有力黒人の離反も相次ぎ勢力を大きく落とすこととなった。参考文献、現地案内版、歴史群像シリーズ、学研、歴史探訪記より。鷹城に向かいます。鷹城へは車でも行くことができます。鷹城の空堀は第1から第7まで残されています。長山古墳がありました。中高碑です。鷹城攻防記の石板、メロディーと境内、
高城川、天、小丸川が見えます。この先の大地に島津義久陣跡があります。根城坂の戦い、1587年天正15年3月、豊臣秀吉は九州征伐に乗り出し、秀吉は筑前、筑後、肥後方面から、弟の秀長は豊後、日向方面から南下する。4月6日、松山類に本陣を置いた秀長は8万の大軍で51箇所の陣を設け、鷹城を包囲する。さらに鷹城や鷹城側を見下ろせる絶好の地にある根城坂には島津氏の御詰めに備えるために陣城を築き、宮部慶順、黒田義孝、官兵衛、木下重方ら1万5千が布陣した。4月17日、島津義久、義弘らは2万の兵を率い、用地である根城坂を奪還すべく夜襲を仕掛けるが、慶順はあらかじめ堀や土塁、柵を設け、鉄砲隊を配置していたため、島津方は忠親が鉄砲で撃たれ討ち死にすると大打撃を受け、柵を突破できず退いた。21日勝算がないと判断した義久は余力のあるうちに伊集院忠宗を人質として秀長に秀吉への取りなしを要請した。5月8日、帝発した義久は仙台太平寺で秀吉に謁見し降伏、大隅、日向諸方軍領を安堵された。大友軍、秀長軍双方が陣を敷いた松山の陣、桐原川が見えます。